Mm. Sold him out, didn't they? Yeah, they sold him off, didn't they? That's crazy. Her to the wolves like that. Right, you betrayed her like that. Is she licking her? Bro, they licked her. That's crazy. やっほー、ももちゃん。サイガゼロ、君とはずっと話してみたかったんだ、サンラク君。私はクラン、ボルフシュバルツのリーダー、サイガハンドレットだ。こちらはサイガゼロ。Yeah, they're friends. And she likes them. They're classmates. どうも。いつも以上に圧を感じる気がする。ふーん、相変わらずマイナス差長が激しいね。やかましい。リアルで知り合いか。それより本当に良かったのか。言われた通りあの人にも声をかけたが。いやはや、まさかそちらからコンタクトを取っていただけるとは。年甲斐もなく全力疾走してしまったよ。あんた高卒クランの教授だ。先ほどはどうも、サンラク君。おい、ペンシルゴン、これは立ち話もなんでしょう。蛇のリンゴ水晶外視点の個室を取ってあるから、そこで話そう。Bruh. He tossed her to the wolves like there was no fucking problem.はいはい、そういうことかよ。お礼の質問を一気に消化させるってことだな。めんどくせえ。もうすでに帰りたいんだけど。ボルフシュバルツと SF ズーからの打診は君にしか解決できないんだよ。いつまでも追いかけ回される方が面倒でしょ。分かったよ。さて、それじゃあ始めようか。これだけのメンバーが一堂に集まったんだ。有意義な時間にしよう。では単刀直入に取引といこうか。我々ボルフシュバルツが求めるのはユニークモンスター夜襲のリュカオンの情報。対価としてそのリュカオンの呪いマーキングを解く方法を。マジか。方法自体は割と知られたものではある。ただ我々が協力すれば。わー、 never nothing happen。 このマーキングが解ける。
助けられたこともあるが、装備を自由につけられるのはありがたいな。ボルフシュバルツの最終目標は夜襲のリュカオンの討伐だが、恥ずかしい話、今までユニークモンスターとまともに戦えたことがないんだ。リュカオンと運よく出会えたとしても情報の一つも手に入れられず、やられてしまうからな。さて、どこまで話したものか。現在俺が独占しているユニークシナリオエクストラ、エピックオブボーパル、ラビッツ、ウサギ御殿のバイサッシュをはじめ、ウサギたちやアラミースの情報を出すのはロング、アニマリアたちにでもバレた日には俺のシャンフロ快適ライフは間違いなく壊滅。帰りたい。この二人も油断ならない。すでにビーラックとアラミースについて知られているからな。特にペンシルゴン。何？私の美貌に惚れちゃった？言ってろ。こいつは情報のひとかけらでもこぼせば警察犬がごとく嗅ぎつけるだろう。俺がこの場で話せるのはウェザエモンとリュカオンの情報。ラビッツの情報は隠し通してみる。OK。Alright, then let's see how it plays out, man. Cause if it gets out, the whole gang is gonna freak the fuck out. Cause I think he's still the only one with unique scenario. Unique monster は、ただ戦うだけじゃ倒すことは不可能だと思う。例えば俺たちが倒した墓守のウェザエモン。奴に挑むためには。専用のユニークシナリオエクストラを受注しなければならなかった。そうだね。ユニークモンスターはエクストラシナリオの中核をなす。夜襲のリュカオンはランダム演歌だから。戦いを挑むことができても、Oh my God。シナリオのフラグを立てないと倒すことができないって仕様は十分にあり得る。大型アップデートで追加された新大陸にそのフラグが隠されている可能性はあるな。まあないとは言い切れないけど、フラグがある可能性が高そうなのはまだ発見すらされていない2体のユニークモンスターの方だと思うけどね。新大陸といえば、うちの家内は迷惑をかけていないかね、サイガハンドレット君。ああ、Your wife。ハートさんですか。一番はしゃいでいましたよ。そうか。He must be his in-game, like, in-game, but IRL life. His IRL wife is probably playing a game with some dude. さて、現在確認されているユニークモンスター、七つの最強種の情報は、まず、夜襲のリュカオン、ランダムエンカウントの黒い狼。実はメスとの情報あり。Oh, she's a female? 地に深淵のクターニット、海に出現するタコの形をしたユニークモンスター。しかし実際に姿を見たプレイヤーはおらず、情報は呆然実質状態の NPC によるもの。天破のジークブルム、ランダムエンカウントの黄金のドラゴン、リュカオン同様ランダムエンカウントなので目撃情報は多いが、上空を飛んでいるので手が出しにくい。エリア9壮大の転生地で戦えるとされ、常に己に挑む英雄を求めている。名教のオルケストラ、この大陸全土を国土とする統一国家エインブルス王国の王城図書館に潜入したプレイヤーがある書物から存在を発見。津波を操り、炎をまとい、イカズチを落とすなどとされる。詳細は名前以外不明。そして三楽君たちが倒した墓守のウェザエモンの5つ。You can't go。 てめえ何逃げようとしてんだ。必要ないだろ、俺。我々ライブラリもいろいろと考察はしているが、確かな情報となるとネット上のものと大差ないのが現実。ふふーん。ん？そんなあなたに
じゃじゃーん、世界の心理書墓守り。中にはウェザエモンの超貴重な情報が盛りだくさん。なんと本来ならつまみ手放しようなアーティスト。She always playing games. Well, look at her face. お譲りすることもできますが、どうします？勝った！金ならいくらでも積む。よく言うぜ。心理書なんて2、3度読んだらほとんど価値なんてないのに。限界までぼったくるつもりだね、あれ。ご覧の通り、私たちは情報に飢えている。そして三楽くん、夜襲のリュカオンの情報を持っているのは君だけなんだ。俺もそう知ってることは多くないぞ。構わない、行動パターンが多少わかるだけでも貴重だ。オーケー、それならまずは物理攻撃。予備動作が少なく発生も波のボスよりはるかに速いが、パリーは可能だ。基本的に前足攻撃は斜め、縦、横振りの3パターン。ディレイも当然のごとく対応してくるけど、思ったより攻撃が当たらない安全地帯。He analyzed all that from just one time? Jesus Christ, dude! 俺の時は対応してこなかったが、破壊属性がついてる。っていうか、物理攻撃はデフォルトでついてるのかもな。とにかく食らったら簡単に噛みちぎられる。次に、影を槍状にしたフィールド攻撃だが。ちょっと待ってくれ。あ？君がリュカオンと接敵したのは一度だけだと認識していたが、初見の戦闘中にそれだけの情報を分析しきったというのか、あの夜襲のリュカオン相手に。変態なんだよこいつ。そうそう、変態変態。鳥肌かも、本当は趣味だもんね。変態イルトネ君。あの天使がつるんでいると聞いて、どんな人物なのかと気になっていたが、なるほど、三楽くんか。君は今後もいろいろとやらかしてくれそうだな。すまなかった、続けてくれ。後で文章化してもらえると助かる。分かった。まあ基本的にはでかい狼ってのが戦った感想だ。だけど俺にもよくわからないことがあるんだよな。わからないこと？夜襲のリュカオーンに最後に食らった技。今何をされた？何を食らったんだ？俺は攻撃を食らうようなヘマはしていなかった。というか攻撃範囲の外にいたはずだ。座標指定の回避不可能攻撃かと思ったけど、どうも違うようだし。このゲームってシステム上、目の前にモンスターが突然湧いたりしないよな。ああ、そんな仕様はない。そりゃそうだ。そこらのクソゲーならまだしも、これだけ世界観を作り込んでいて、大事なユニークをそんな雑な出現のさせ方はしないだろう。だとしたら、リュカオンの何らかの能力によるものだと。俺にとってもリュカオンの情報は足りていない。せめてもう一度戦えれば何かつかめそうだけど。そうか、面白い。こちらからの情報としては十分だろう。とりあえずラビッツ関連は出さずに済んだ。 Right. ところでだ、三楽、ペンシルゴン、オイカッツ、君たちのクラン名は確かボルフガングだったね。どうだろう、我々ボルフシュバルツと。とりあえずこの件はエムルが帰ってくるまで保留ってことでいいか。はあ、仕方ないわね。いた仕方ない。その金額で行こう。はい、交渉成立。That's extortion. Over 100 million.一体どれだけふっかけたんだ？
Yeah, I saw it 100 million. それでも借金の2割だけどね。さて、それじゃあ次は私から打診していいかな。対象はボルフ・シュバルツ。ライブラリ。SF ズー。そして我々ボルフ・ガングで。クラン連盟を組みたい。A clan alliance? What is Arthur up to? What is she up to? I don't know.